キチャンネル。ちょっ、金曜日です。総チェック。はい、ということでね、木曜日の試合をチェックしていきましょう。火曜日、水曜日はね、もう昨日出してますから、それと合わせてみれば3連戦総チェックです。はい、まずは広島対楽天、13日3対6で楽天、14日4対3で広島、そして15日が7対11で楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうことになりましたけども、まあ、昨日の試合ね、楽天11対7で勝利っていうところで、まあ、楽天先発で、庄司5回84球5安打4三振2四球1デッドボール4失点という形で、まあ、プロね、初勝利ならずっていうところだったけども、まあ、全体的にこう高くて甘いかなっていうね、いい球と悪い球ちょっとはっきりしすぎてるっていうところで、まあ、ちょっとなこれまあでも大量得点に恵まれながら援護にね行くかなと思ったけど、やっぱり最後捕まっちゃうっていうところで、もうちょっと低めとかね、全体的に集まればいいかなっていうところはあるけども、ちょっとこうね、いい球と悪い球っていうのがはっきりすぎて、その比率がちょっと悪い球の方が多いっていう感じがするんだよね。これが若干苦しいピッチングで、広島は、先発コルニエル、2回62球6安打2三振2四球5失点と、もうパワーピッチャーがねダメだった時の典型的な例っていうところで、もうパワーピッチはストレート切れなくたらもうなんてことない感じになるわけで、この日もコルニエル変化球ストライク取れず、ストライク取るのに四角で、最後はストライク取りに行っちゃってボールの切れ全く出なくて、もう連打連打、高めもミスショットされず、ファールされずっていうところでね、一気にっていうところでもう良さ全く出なかったなっていうね。もう投げてみなきゃわかんないから、なんかちょっと怖いよね。ちょっと先発違う人いないのかなっていう感じもあるけども、どうなんだろうっていうね。ところで、楽天はね、いきなり辰巳小深田が連続ヒット、小郷が三振、するけども悪送球になってワンアウトに三塁で、浅村フォアボールで、岡林先生タイムリーで、鈴木大地ライト前ヒットで、でライトの間のね返球を、ファースト末金がね、ジャックルして、二塁走者も返してしまうっていう、バーンとミスっていうね。で、記録はライトの間の送球エラーになったけども、完全にファースト末金のエラーっていうね。でオートアウトになるけども、山崎がねそこでもう一回タイムリー内安打っていうところで一球4点取ってね、いやこれはもういい立ち上がり楽天としてはって言ってね。で2回の表にも大郷がタイムリーで、3回の表にも山崎のタイムリーっていうところで一気に6対0、いやこれはもう楽天勝ちやなって、この6点目っていうところでね。でも4回裏にね、広島はね、坂倉内安打、デビッドソンアウトになるけども正解のデッドボールで、田中康介のファーストゴロを鈴木大地がファンブルバーってミスをミスで返す、ミス合戦みたいなね。で満塁になって代打松山が、タイムリーツーベースで、ワンアウト二三塁から菊池の内野ゴロの間に1点取って、で野間がセンタータイムリーヒットっていうところで一気に6対4。これで分からなくなったなってね、いうところでね、6回裏、ピッチャーね、庄司から内に変わって、まあ、庄司はもう5回ギリギリだったね。これはもう変えるのはね、もう最善の選択だったと思います。で、内になって、デビッドソンのセンター前。で、末金アウトになるけども、田中康介フォアボール。で、松山にね、カットボールが顔に当たって、まあ、これがあってよかったね。で、ワンアウト満塁になって、で、ここでね、うちは危険球退場。で、いきなりもうね、鶴崎出てきて、これはちょっとかわいそうだったね。いきなりだからね、行くと思わないもんね。で、菊池が、レフトで同点タイムリー。で、代打上本が、勝ち越しのタイムリーっていうところで、一気に7対6、逆転。もうこのまま行くと思ったね、これで、流れ的には。このまま行くと思ったら、ね、木曜日にも言ったけど、カープは、リリーフ、バタつき問題っていうね、ところがあって、8回表、ね、ターリーから島内に変わって、ワンアウトから代打島内にライト前ヒット、で、辰巳にヒット、で、小深田アウトになるけども、小郷が内野安打、これサードね、これどうなんやろな、無理なのか、俺アウトにしてほしいぞ、あれは、デビッドソン1回転したけども、どうなんやっていうね、で、満塁になって、阿部はね、ライトへツーベースっていうね、で、これで曽根がね、走者をアウトにしようとして、慌ててね、目線切るのが早くて、ゴロ後逸っていうね、で、ファーストラウンドまで、まあ、帰ってきちゃう3点中で、まあ、これで、もう、ジエンドかなっていうね。で、楽天は2回にね、田中の、ツーランホームラン打って、11対7ってなるけども、ここね、栗林が投げてっていうね、ところで、さあ、この試合、問題をついていきましょう。これね、日刊スポーツの評論でも、佐々木が、書いてましたけども、今日のね、上でも見えるんで、ぜひ見てください。ポイント的にはね、まずね、この1回裏、ね、広島の攻撃、菊池がツーベースで出て、で、野間がサードゴロするんだよね。で、サードが、ファーストに投げる送球間に菊池が三塁落とし入れでセーフになるの。俺これ見た瞬間に、いや菊池諦めてないなと、ここ異端としてでも1点取ってちょっとずつでも返していこうっていうね、この執念っていうかね、気持ち、走塁、グッと素晴らしい。俺これで、いやひょっとしたらこれ4点差だけど追いつくんちゃうかって俺は4回の場面に思ったけども、2回3回点が入って
これは若干苦しいなってなった時に、6回の裏にさ、ワンアウト満塁で菊池回ってくるじゃん。で、ピッチャー鶴崎に代わって、いや、これ打ちそう。あの流れ的にと思って、初回のもあったし、と思ったら、同点、ね、タイムリー打って、その後上本がタイムリーっていうところでね、まあ、こういったね、この貪欲な、この菊池の走塁とか姿勢、非常にね、良かったね。この、なんか逆転するのも、初回からまだ諦めないぞっていうね、ノーアウト三塁のファースト投げる間に三塁行くなんてさ、なかなかないよ。正直ね。それでも積極的に好き勝手行って、1点でも取ろうっていうね。で、その後、秋山がね、ショートゴロ、セカンドゴロだったら1点入ってたけども、サードゴロ打っちゃって、3本間挟まれてアウトになってね、得点なんなかったけども、この走塁はね、非常に素晴らしかったっていうね。ところと、まあ、この末金のね、ミスね、4回。多分本職は外野だと思うんだよね。でもまあ、マクブルームがね、パッとしないっていう、ところもね、あって、まあ、コンディション不良なのかもわかんないけどね。で、そこでファーストになるけども、こう、取るだけだからね。ちゃんとして欲しかったっていうところもあるし、このね、鈴木大地のファンブルっていうね、ところでも4回ね。あ、末金のあのファンブルはあれだね、初回だったね、初回。で、4回ね、鈴木大地のファンブルもね、これもう楽天ミス多いからね、何回も打ってるけど、これを防いでいかないとっていうところでね、これ多分ね、鈴木大地取ってたらね、1点も入ってない可能性あるからね。そしたら庄司プロ初勝利あったから、このミスでね、正直庄司のプロ初勝利が消えたって言っても過言じゃないぐらいの大きいミスだったね。で、6回なんとか追いつくもね、8回に逆転、されちゃうんだけども、そのね、この7回ね、先頭浅村がツーベース打って、で、岡島がレフト前ヒット、ワンアウト一三塁から鈴木大地のライトフライ、もうほぼ定位置のライト線上。いや、これは1点入ったなと思ったら、スーパー送球でホームタッチアウト、坂倉もね。で、浅村もね、なんとか頑張ってタッチされそうだったけど、こう手浮かしていくけども、ベースタッチ。リクエストしてるかどうかちょっと分からなかったね、映像がね。で、アウトになるんだけども、この曽根のスーパー送球素晴らしかったけども、この8回のミスね。だから多分このね、7回の送球と同じようにこの8回の時も刺してやろうと思ってキーばっかりちょっと行っちゃったんだよね。それによって投げるのを一瞬ね、早くめっきり早くしたことによってゴロを補給できなかったっていうね。こういったギリギリのところね、いいプレーあるだけにもったいないからね、しっかりやんないとっていうね。で、俺はもう何回もね、もう何回も言うけど、堂林ね、本人もなかなか自信出てこないじゃん、こうなってきたらね、結果ついてこないし。で、ベンチも使いづらいじゃんね、結局。で、配線処理とかで使うのもったいないじゃん。ってなったら、まあ、もう次あるけども、阪神の湯浅はね、打たれちゃって2軍行くらしいんだよね。2軍落ちじゃないからね、調整して完璧に戻してから上がってきてくれっていうね、もう一回能力上げてこいじゃないから、調整して戻してきてくれだからね。こうポジティブだから、この二軍落ちっていうのはね、ネガティブじゃないから、そういったところではね、俺は再調整の方がいいと思うよ、全員にとって。皆さんどう思いますか。まあ、結果2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。続いて、中日対ロッテ、13日7対0中日、14日1対2でロッテで、15日1対1で引き分けということで、1勝1敗1引き分け5分っていうね形になりましたけども、まあ、15日ね、両先発頑張ったね。ロッテ先発見はね、前回ダメだった時にね、今回敗戦の陣というところで、今回ダメだったらね、ひょっとしたらチャンスがもうなくなるんじゃないのかというところで、7回99球4安打4三振2四球1失点と、もう低めのね、変化球の制球力、見間がいい時の投球っていうのがね、戻ってきて素晴らしいピッチングで、中日先発柳9回123球5安打5三振2四球1失点と、まあ、9回ね、しっかり投げ切ったというところではね、非常に粘り強く素晴らしいピッチング、この両投手グッドナイスピッチングだったと思いますね。でも結局この試合のテーマはね、お互い勝負どころでチグハグです。はい。ね、こういったところ、ロッテはね、いきなりね、藤原がツーベース、初回ね、で、トムスギファーストゴロ、進塁打打って、ランナー三塁から中村がタイムリーっていうところで、いい形でね、先制して、前日のね、勝ちの流れを持ってきたっていうところもあるけども、ロッテとしたら、このね、2回、先頭角中がセンター前打つけども、7番池田が643ダブルプレイ。で、3回、先頭三輪がね、ピッチャー三輪、レフトヒットをつけても、藤原が163ダブルプレイっていうところでね、この、先頭出るけども生かしきれないっていうね、このチグハグさ感ね。で、中日も初回ね、2アウトからだけども岡林がツーベース打って4番細川がサードゴロで、2回、ワンアウトから福永がツーベース打つけども、ワンアウト二塁から、石橋龍久が、解説っていうところでね、こうチャンス作るけど中日も1点取れないっていうね、これなんかもどかしいお互いのね、立ち上がり。その代わり、3回裏中日はね、先頭柳がフォアボール、この今痛かったね、このフォアボール。で、大島がレフト前ヒット。で、ノーアウト一塁から村松が送りバンドをすると、ファースト池田がファンブレラ。合わせたのかな、サードね。で、一塁もセーフになって、で、ノーアウト満塁。
で、岡林がね、のセカンドゴロの間に、4、6、ダブルプレイ崩れっていうところで1点と同点。で、なおも4番細川、ワンアウト、1、3塁から、なんと、ファーストランナー岡林が盗塁して、盗塁、タッチ、アウト！田村、ナイスロー。いや、でもさ、ワンアウト、1、3塁、セカンドスローしないと思ったのかな？わかんないけど。で、4番細川。いや、普通に打たしときゃいいんちゃん。4番やろに。そしたらここ、普通に勝ち越せたんちゃん。ここで走らせるんだったら、前日の終盤走らせてもいいところいっぱいあったと思うけど、これ夏だね。ちょっと俺には、ちょっと、俺が凡人に過ぎるのかもしれないけど、俺にはちょっとこれ盗塁は理解できなかったね。そのまま細川を出した方が良かったんちゃうかっていう。で、細川フォアボールになって、で、結果ね、ビシエド三振っていうところで1点止まりっていうね。だからここ一気にね、いけてればっていうね。で、その後はもうね、両投手ともに踏ん張って、チャンスらしいチャンスもなくてね。で、ロッテはその後ね、7回まで今は投げて、西村、岩下、坂本、で、東、横浜とね、非常にリリーフ、グピッチ、頑張ったし、で、中日もね、柳の後、マルティネス、清水、祖父江とね、しっかり頑張って、リリーフがね、引き分けで、終えたっていうのはね、非常にピッチャー、良かったなと思いますけども、ね。さあ、ここから終盤の課題点、ついていきましょう。まずはロッテね、ビッグチャンス、9回裏、というね、ツーアウトから中村フォアボール。で、山口のショートゴロ、リュークがエラー、こいつっていうね。こう大事な時にっていうね。で、ツーアウト一三塁になって、一塁ランナー山口に代わってダイソー、和田がね、盗塁して、で、山口フォアボール。で、ツーアウト満塁から角中がね、セカンドゴロと。チャンスで一歩出ず一点取れずっていうね。中で10回、先頭池田、ショートゴロ。今度またショート変わって溝脇、ファンプレーラー。パッ。で、ノーアウト一塁、田村、もう送りバントの構え。まあ、ここ、基地送っていこうよ、って言ったところで、ね、ピッチャー、マルティネス、ね、まさかの、一塁ランナー、ダイソー、小川、牽制飛び出して、アウト。バン、どういうこと？これ、もしサインがバントで飛び出してたら、とんでもないんだよ。もう、ありえないんだよ。前のイニングの和田の盗塁に味しめて、バントと見せかけて、マルティネス、クイック遅いから盗塁しようぜ。だったのかもしれない。正直。それでも牽制飛び出したらダメ。で、そしたら田村がライト前ヒットっていうね。これまたチグハグさか。ね。で、代打佐藤ね。キャッチャーゴロになって。ツーアウト二塁。で、藤原がレフト前ヒット。でもこれ前進守備引いてたから帰れず。ね。で、ツーアウト一三塁からね。藤原は走って。でも次がね、最後三振っていうところでね。一点取れず。っていうね。ミスをミスで返す。みたいなね。ミスして出たのにミスで返して、ワンアウト、ボラン、ワンアウトくれなかったけど、返しますね。みたいな。で、もう11、12はね、ほぼチャンスなく。っていうね、ところで勝ち越せつっていうね。で、中日はね、9回裏先頭ね、細川がセンター前で、岩下が悪送球してツーアウト2、あ、ノーアウト2塁になったところでビシエド敬遠ね。で、ここで福永が見事送りバントを決めてね、ワンアウト2、3塁ね。で、石橋に代わって代打高橋で、ここで敬遠策で満塁で代打加藤ね、ワンアウト満塁、ファーストゴロアウトで代打水脇セカンドゴロ。この中日のね、代打成功率の低さ、これマジ問題だと思う。で11回もね、代打福田ね、ツーアウト2塁から出てきて、サードゴロ、これまあ安田ダイビングしてよく取ったよ、素晴らしいね。でもこれきついと思う。で12回もね、ブライト出るけどもその後続かずっていうところでね、まあ引き分けたんだけども、まあ結果論だけどね、まあ結果から分析していこう。結果論って言われるの分かる。でも結果から分析していこうね。ワンアウト2、3塁でもしこれ加藤さっき代打だったら敬遠されてたのかな。多分敬遠されてたよね。そしたら高橋順番これ逆だったんじゃん。加藤行ってからの敬遠で高橋周平でよかったんじゃん、正直。でもし加藤行ってたらさ、当てるのうまいからさ、勝負してきたらさ、内野ゴロギャンブルスタートでさ1点とかもあった可能性あるじゃん。逆だった。皆さんどう思いますか、はい、結果論になりますけどね。ちょっとチグハグ、勝負どころでチグハグみたいなね、ところでしたけども、結果ね、1勝1敗、1分けでした。続いて、ヤクルト対ソフトバンク。13日1対5でソフトバンク。14日2対3でソフトバンク。15日7対9でソフトバンク。ソフトバンクの3連勝っていうね、ところになりましたけども、もうね、この日のテーマは、雨、グランドコンディション最悪、びしょびしょ。お疲れ様でした。いや、これはもうね、難しいよ、正直。ね。まあ、ヤクルトはね、3回裏に先頭サイスシニドがね、ツーベースを打って、ツーアウトになるけども、
青木村上がね連続フォアボールでサンタナがタイムリーヒットでオスナのところでねバッド思いっきり引っ掛けて、あれはちょっと回取れないね、ワイルドピッチで3点先制されるっていうところで、このソフトバンク先発バントをね4回71球3安打1三振3四球3失点と、まあここだね、ここのフォアボール痛いよね。まあ雨があるとはいえね、せっかくのチャンスだっただけにね、先発のね生かしきれずっていうところではもったいないよね。ヤクルト先発サイスリード5回95球8安打3三振2四球7失点っていうところでね、ソフトバンクは4回表ね、ツーアウト3塁から、栗原のタイムリーツーベースで1点返してで、5回表にね上林いけセーフティー、これ良かったね。あの雨だからね、びしょびしょだしね、で球死ぬしね、心判断めちゃくちゃ良かった。で甲斐がねポテンヒット、ここら辺サイスリードについてなかったけどね、でここで代打ねバンドに変わってね近藤、あ、今度いけるんだってね。ちょっと腰の違和感でどうなんやと思ってたけど。で、ライト前ヒットでね。で、中村送りバントを決めて、今宮犠牲フライ。で、牧原がタイムリーヒットっていうところでね、3点で逆転っていうね。あれ、これこのままソフトバンクかなと思ったら、5回裏にね、ピッチャーガンゲルに変わって、浜田レフト前ヒット。で、山田のピッチャー頃ね、ガンゲルがセカンド投げたら、若干ね、シュート回転、シンカー気味、ツーシーム気味になったのかな。ちょっと今宮もね、ファースト投げるからね、ちょっと早めに目切ったけどね、ポロンチョって落として。ね、ノーアウト一塁、青木アウト取るけども村上フォアボール、これ痛かったね。でサンタナ犠牲フライのオスナがレフトへ勝ち越しタイムリーヒットっていうところでね、一気に再逆転っていうね。でも6回表ね、先頭栗原フォアボール、柳町ライト前ヒットで、上林がねセンターへタイムリーヒットを打って、で甲斐がねスリーバンド失敗、ここちゃんとやっとかなきゃね。でも代打川瀬がね同点タイムリーヒットっていう巻き返して、で中村三振するけども今宮がフォアボールで、これ牧原ね押し出しのデッドボールっていうね。で、これで一気にまた7対6で逆転っていうね。で、でも8回ぐらいにね、オスナが、ピッチャーつもりからね、レフトスタンドでホームラン打って同点。このまま行くと思ったけどね。でも、10回に上林、野村ヒットで中村フォアボール、ワンアウト満塁から今井がね、勝ち越しのタイムリーヒットっていうところで、もう、これはでもね、もうね、難しい。あの、雨びしょびしょだったからね、あの、サンタナがライトでね、スライディングキャッチ試みた時、シュワーとかね、浜田がね、あれ今宮の打球だったかな。ダイビングねしたときもあれも惜しかったけどね、ピシューとかね、上林のセーフティーもあれだったし、あのまあもう交流戦だしね、あの予備日にしたくないからもう思い切ってやったんだろうね。けどまあもうまあお互い様っていうのはあるけども、なかなか難しいかったし、まあもう乱打戦だし、もう最後はね勝負どころでソフトバンクがやっぱり打ち切ったっていうね、ところではね、ソフトバンクね、このやっぱ上林5打数3打1打点めっちゃ頑張ったね、いい形で。栗原もね状態上がってきたしね、まあ、一番中村晃がノーヒットでも今宮牧原っていうところがね連打で出て、柳田6打数0安打とね、あの打ってほしい人は打ってないけども、そういうね代打川瀬とかね近藤とかね、いいところでの一発とかいい感じのね脇を固める人たちがね非常に素晴らしい活躍で、勝ち切ったっていうところは大きかったんじゃないでしょうかね。ヤクルトもねやっぱ村上が、まあ、フォアボールで出るけどもねノーヒットっていうところと、でもサンタナ3打数1安打3打点、オスナ3打数2安打3打点ね、内山も5打数2安打と頑張るんだけどね、頑張るんだけどね。まあ、最後はもう、打ち勝ったソフトバンクの勝ちだね。まあ、これはもう仕方ない。ソフトバンク、3連勝です。で続いて、阪神対オリックス。13日0対2でオリックス。14日8対3で阪神。15日2対3でオリックス。オリックスと2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、15日ね、オリックスっていうところで、まあ、オリックスね、まあ、オリックス先発山岡ね、4回3分の1、78球、8安打6三振、1四球2失点と。まあ、大体序盤で変わるけどね。非常に粘っていいピッチングだったかなと思います。このね、4回、ピンチを作ってね、失点して交代っていうところになるけどもね、前半はね、いい形のピッチングできたんじゃないでしょうか。で、阪神先発伊藤将司ね、7回105球、4安打5三振、3四球、1失点と、もう試合も作ってね、甲子園12連勝ならずっていうところになったけどもね、非常に素晴らしいピッチング、勝ち投手っていうのはね、あの、役割はね、果たしたけど勝てなかったっていうね、ところでは、オリックスはね、やっぱ1回、2回、このね、初回、ワンアウト1塁から森が6、4、3ダブルプレー。で、2回、先頭頓宮フォアボール、中川6、4、3ダブルプレーで、1、2回ダブルプレーでチャンス作って、ちょっと流れ悪いなっていうところで、4回、ね、2アウトから森がツーベース、そして頓宮をね、ライトに先制タイムリー。ここで1点取って、流れ悪かったけどね、自力で1点取って、あ、いい形って思ったけども、4回裏、先頭大山フォアボール。で、佐藤ね、レフトへポテンヒット。で、前川の時にセンター前ヒット、これね、中川ファンブルして、大山はさっと止まったけど、帰ってきてね、行って。で、ノーアウト一三塁から梅野のね、セーフティースクイズ。これをね、山岡グラブトス。した瞬間決まったと思ったけど、あの、一塁がグラブトスでホームアウトになって、山岡、これ素晴らしかったね。ここで抑えときゃよかったけども、で、木浪のファーストゴロの間にね、ツーアウト二三塁になって、まさかの伊藤がレフトタイムリーヒットで勝ち越しっていう。
これ痛かったね。で近本がねその後アウトになるけどもね、ここしっかりね抑えたかった。伊藤のところね、ここもったいないね。5回裏先頭ね中野アウトになるけども、ノイジー大山が連続ヒットで、ワンアウト一塁になってね佐藤、ここでピッチャーね山田に交代で、山田がフォアボールで、ワンアウト満塁からね阪神はここでね前川、ここで1点取れてればっていうところで 6-4-3 ダブルプレー、ここは山田がよく踏ん張ったっていうのもあるけども、阪神的には痛かったね。まあお互いね、まあ、オリックスも5回以降、チャンスなくね、阪神もなかなかチャンスなくね、問題の9回に来るわけね。ピッチャー湯浅出てきてワンアウトね、で頓宮レフトスタンドで同点ホームラン、中がアウトになるけども杉本がフルカウントから打った瞬間昇天ポーズ、ね、あのレフトスタンドでホームランで3対2逆転、頓宮杉本ビッグナイス。井川さんねこれでまた再調整するらしいけどね、岡田監督の話では。いやまあなかなか厳しかったね。もう阪神はこれで逃げ切らなきゃいけないっていうところでね、まああのオリックスもね投手陣、山田そしてその後阿部小木田ね、ワゲスパック平野ね、で平野が帰ってきたっていうところもまたね前倒しにできるからね、いい形のバランスねリリーフ陣取れるんちゃうかなっていうところでね、非常にグッドリリーフね。でまあ伊藤の後もね岩崎よくね抑えて9回行ったけどね、岩さん踏ん張りきれずっていうね。いやまあこれは痛いね、ちょっと阪神もこういうの多いね。まあだから阪神は5回もう1点あそこで1点取れてればっていうところだったけどね、まあこれはもう仕方ないね、こういう試合もあるっていうねところでした。よくね頓宮と杉本が打ったっていうところがね素晴らしかった。続いて DeNA 対日本ハム中止です。雨で3対3になったのに、コールドゲームで、コールドゲームじゃない、あの中止になりました。牧スリーラン残念、鈴木プロ初ヒット残念、あるこういうのあるある、気持ちよくわかるよ、記録上なくなります、次の試合も頑張ってください。結果 DeNA の2勝。さああとね予備日入りますから、それがどうなるのかっていうところですね。さあ続いて巨人対西武、13日3対0で巨人、14日7対1で巨人、15日3対2で巨人、巨人の3連勝っていうねところになりましたけども、この日ね、先発両先発ね素晴らしいピッチング、西武はね与田6回3分の2 99球3安打2三振2四球2失点で、ジャイアンツ先発ね山崎より8回106球6安打4三振、1球、2失点という形でね、2人ともね非常にあの素晴らしいピッチングでね、試合を、作り上げたかなっていうところでね、西武は序盤ね、2回表に牧野阿部がねヒットで続いて、ノーアウト二三塁からね長谷川の犠牲フライ、ライトへ、でこれねライトの犠牲フライによってセカンドランナーね、あの渡辺も三塁に進塁できるっていうね最高の犠牲フライで、金子もセンター犠牲フライを打って先制2点っていうね、まあチャンスは作るけども、そこからねノーヒットで犠牲フライ2点取ったっていうのは非常に素晴らしく、金子がね働いてます。はい、で3回裏ね与座ね低かったね、投球めちゃくちゃ良かった、低めの制球っていうところで緩急もついてね、ちょっと低めから浮き上がる、低めからのね落ちないってね何気にアンダースロー難しいんだよ、高めも難しいけどね、低めから低めのまま落ちないっていうのもねめっちゃ難しいところで、ツーアウトから坂本がね進化系かな、あの低めのねめっちゃ低いところすくい上げてねホームラン、非常にナイスバッティングね。でこっからよね、問題はこの7回裏ね、この7回裏は7回表から始まってんだけども、まあ、7回表にね、2アウトから金子がね、2ベース打つんだよね。で、8番高川がね、1塁空いてるから敬遠っていうね。で、ここで与座がね、ちょっと慌ただしく行くんだよね。あの、準備できてなくてね。で、ピッチャーゴロでアウトになってね、得点できなかったんだけども、ここどうやと。ね。リリーフ陣がちょっと不安なのかな、西武もね。で、そうなってくると、ここで、ね、もしリリーフ盤石7、8、9いたらよ。いたらもう水上平増田とか全盛期のいい形でいたらよ、もうこれ多分変わってたと思うの、ヨザね、それまで1安打しか打たれてないからね、わかるけどもね、でもうここ代打だったと思うわけで、もここね打たせたわけ、もうヨザにかけるっていうところでね、まあ、多分これはもうねリリーフ不安っていう中なんでね、もう絶対的に自信あったら変えてると思う、チャンスだしね、これ1点取ったらなおさら勝ちに近づくからね、このまま1点差で逃げ切りたいっていうね、ところでね、でそしたらね、7回裏これ多分バタバタしてる感じで準備が多分しきれなかったんだろうね、先頭秋広フォアボールで岡本アウトに取るけども、丸のところで重信が盗塁して、でまたフォアボール敬遠気味だけどね、最後はでワンアウト一塁からこれ中田のねサードゴロね、ここでよ牧野セカンドランナー秋広にタッチしに行こうとしてね、これまあ、タッチできるんだけどダブルプレー取れずっていうね、ところでこれもね 5-4-3 でよかったよ、
で、中田の足でしょ、足状態悪いわけじゃん。543ダブルプレー絶対取れたのよ。で、そしたらこれチェンジで終わってたのよ。このマキノンのプレー、バーッと。判断ミス、痛い。で、その後ね、2アウト1、2から、大城がね、センターへタイムリーヒット打って、ね、同点になるっていうね。ここもったいないよね。ここね、ダブルプレー取れただけにね。で、横田も慌てていってるから、2四球ね。なんかちょっとこれね、もったいない。ね。で、そのまま、10回の裏になってね、ピッチャー平井、吉川ライト前ヒット。で、岡井送りバントね。で、坂本軽減。で、ワンアウト1、2から、梶谷がね、左中間抜けるサヨナラ。グッ、ナイス。で、これね、サヨナラのね、プチ情報。サヨナラ打ったら、バッターは、ファーストで止まらないで、セカンドまで絶対行った方がいい。それなんでかっていうと、ツーベースになるからっていう。サヨナラはね、セカンドまで行くとツーベースになるからね。でもファーストまで行くとヒットしかなんないから、サヨナラヒットを打った時は、ね、必ずセカンドまで行きましょうっていう。点が入っててもセカンドまで行きましょうっていう。そしたらツーベースになりますからっていうね、ところで、ちょっとプチ情報をお伝えしましたけども、ね、で、これでサヨナラっていうところで、まあね、まあこれはね、もう最後はね、巨人が勝ち切ったけども、問題点、探していきましょう。まあ、問題点はね、もう皆さんご存知の通り、バントができないっていうね、ところなのよ。ね、西武はね、9回、渡辺ね、大勢のファンブルでミスで出塁したわけ。ね。そしたら、ね、長谷川のデッドボールっていうね、こう危険球退場。ね。で、ピッチャー中川に代わって、金子、ね、バント、できず。で、最後ヒッティングに変えて空振り三振。バント。で、ここが543ダブルプレーでしょ。これもうバントできてたら、ひょっとしたらよ、1点。取れてたかもわかんないっていうところでこのバントミス。ね。で、10回。ね。ピッチャー高梨に代わって、代打栗山。ね。先頭フォアボール。で、ダイソーフルイチ。で、源田。オフリーワンの失敗。フライアウト。バット。こういうとこちゃんとやっとかないと。で、その後、殿崎ヒットで出るからもったいないよね。で、結局そんなチグハグなことしてたら、巨人もね、9回裏。先頭岡本フォアボール。で、丸が、アウトになるけども、ね。ワンアウト自由から門脇。送りバントして、なんとか大城で、さよなら行こうって言ったところで、バントできず、ファール。で、ヒッティング抜かれて空振り三振、バント。何やとみたいな。バントミス合戦みたいな。でも10回裏。先頭吉川、ライト前ヒット。お声、きっちり送りバント決めて、お声。この。で、その後ね、結果的に梶田がさよならになってるから。これ、細かいとこちゃんとやっていかないと接戦ではね、負けるよ。だから、セーブはね、そのマキノンの判断ミスっていうところと、ちょっとリリーフ不安の中、与座に代打出せないっていうところと、送りバントができないっていうね、こういう細かいところのいろいろミスが、結局得点につながらないで、結局ジャイアンツに隙を突かれて、ボロにされるっていうところでね、本当にセーブとしてはもったいない敗戦だし、ジャイアンツとしてはこのね、サヨナラ勝ちっていうのは非常に3連勝、交流戦優勝に向けて、もしくは順位を上げるに向けて、非常に大きい。一勝になったと思います。ということで巨人の3連勝でした。さあ続いて申し送り事項いっていきましょう。まずは巨人対楽天。楽天の皆さん、巨人ね、ちょっと梶谷が状態上がってきてるからね、気をつけて。俺梶谷と大城がね、何気に、まあ岡本とかも打つよ。でもね、梶谷と大城を打たし出すとちょっとね、回って大量失点の可能性あるからね。この二人左ね、金島だから今日はね、特に気をつけて。巨人の皆さん、楽天はね、岡島状態、あと、小郷、この二人。まあ、横川も左だけどね。このね、まあ、小郷と岡島がどんな打順になるか分かんないけど、前半とね、上位と下位ちょっと分かれてるから、ここを打たれ出すとね、流れ出すし、得点チャンスでね、ものにしていくから、この二人気をつけて。ヤクルト対オリックス。ヤクルトの皆さん、トング、杉本、一発ありますよ。気をつけて、ここで。だから1、2番ランナー出していくとややこしくなるからね、そこ気をつけてください。オリックスの皆さん、ヤクルトね、オスナーさんたら外国人コンビちょっと状態上がってきて頑張ってきてるからね、この外国人コンビのね、一発気をつけて。あと村上に打たれちゃうともう止まらなくなりますよ、打線が。 DeNA 対ロッテ。 DeNA の皆さん、ロッテね、ロッテはいろいろね、策とかいろいろやってくるけども、藤原、多分一番に入ってくると思うけども、まあ、浜口だからどうかなっていうところもあるけども、藤原気をつけてね、外野手、守備ちょこちょこしてると、ワンヒットでセカンド狙われるからね、そういったところも気をつけて。盗塁結構してきますよ。ロッテの皆さん、DeNA、マーキ気をつけていこう。スリーランが雨でなくなってるから、今日必死こいてくると思うから、マーキ気をつけて。あとは結局、関根だから、関根出すとややこしくなる。中日対日本。日本ハムの皆さん、中日はね、岡林、福永。これ今絶好調だから、調子いいから、気をつけて、こ
こをね、出すと。そんな一発はね、気にしなくてもいい。ね。でも、ここ、足から見てくるからね、気をつけて。中日皆さん、日本ハムはね、一発気をつけていこう。バンテリンドームでも、万波、マルティネス、そして清宮復活していけるから。ここら辺のね、一発だけ注意。低めね、低め送球。高め持っていかれるよ。阪神対ソフトバンク。阪神の皆さん、ソフトバンクね、柳田が6打数ノーヒット。これをどう見るか。今日ね、ガツガツ来るかもしれないし、ちょっと今ね、冷えかかってるかもわかんないからね、ここね、ここを打ち出すと、福平打つからね、気をつけて。この柳田の状態を1打席目しっかり見極めていこう。これ打ってないんだったら、そのまま眠らしていこう。ソフトバンクの皆さん、阪神はね、結局ね、まあ、近本とか中野大山とか言うけど、ノイチ、サトテルだから、この二人を抑えとくと、大量失点にならないから、この二人でしっかり抑えていこう。広島対西武。西武の皆さん、広島ね、菊池だから、菊池。これ、菊池をランナー出すとややこしいからね。菊池を抑えていっていけば、大量失点はないです。広島の皆さん、西武は、源田、殿崎。ね。この二人、しっかり抑えていけば、大量失点はありません。はい。さあ、ということでね、交流戦。まあ、予備日もあってね、中止になったところありますけど、まあ、スケジュール的には今週はね、最後っていうところで、まあ、どこが、優勝するかっていうとね、どこ、今1位巨人、2位 DeNA、ソフトバンクは1ゲーム差、DeNA0.5 ゲーム差。で、DeNA はね、まだ1試合少ないからね、楽天が2ゲーム差。まあ、楽天まだね、あと2試合少ないからね、楽天チャンスあるね、優勝。オリックス、ギリある、ギリ。オリックスギリ。ここまでやな。もうカープはきついね。オリックスはでも3連勝必須だね。あとはもう上位次第っていうところもあるけども、巨人、DeNA、ソフトバンク、楽天、オリックスまで可能性ある。ね。まあ、どうなるのかっていうね、ところはあるけどもね、優勝。ね。DeNA も一応残ってる。楽天もね、まだ試合数残してるからね、チャンスあるっていうところでね、今回の2023年交流戦8月どのチームか、皆さんね、楽しんでいきましょう。